ハリー・イーヤアーネルはアメリカ海軍のミサイル巡洋艦、リーヒ級ミサイル巡洋艦の2番艦。艦名はハリー・イーヤアーネル海軍大将にちなんで命名された。当初は共同駆逐艦、フリゲートとして指定されたが、1975年に巡洋艦に艦種変更された。ハリー・イーヤアーネルは1960年5月31日にメイン州バスのバス鉄工所で寄港する。 1961年12月9日にフィリップ・ヤーネル夫人によって命名浸水し、1963年2月2日にボストン海軍造船所でチャールズ・イー・ネルソン艦長の指揮下収益した。リーヒ級ミサイルフリゲートの2番艦として収益したハリー・ーヤーネルはテリア艦対空ミサイル発射塔を艦の前後に装備し、アスロック対戦ミサイルも装備した。 ハリー・イヤーネルは、ボストンで成長を完了したが、その間に平時においても海は、強大な敵であると認識する出来事に遭遇した。1963年4月10日、ヤーネルは遭難した、原子力潜水艦スレッシャーの探索を命じられる。スレッシャーは、後に8000フィートの深海で発見されたが、スレッシャーが最後に確認された海域で、ヤーネルは、 油の跡といくつかの残骸を見つけただけで、潜水艦との連絡を取ることはできなかった。探索活動後、新たな母校のノーフォークへ向かう、途中の4月23日、ヤーネルは数隻のソ連の商船追い越しざまに撮影した。その後の数ヶ月は成長を及びミサイルの運用試験で費やされた。10月28日から11月26日まで、ヤーネルは、 特別音響テスト及びリーヒ級における標準化テストをグアンタナモアンで行い、その後のフォークに帰還した。ヤーネルはその後のフォークを起点にバージニア岬及びカリブ海で活動を行い、1964年9月8日に初の大西洋横断に出航する。NATO の大潜水艦船演習に参加し、9月21日には北極圏を横断した。 その後アムステルダムを経由して地中海に向かい、1965年2月にノーフォークに帰還するまで地中海で活動を継続した。次の地中海配備は10月8日に行われた。1966年1月3日にダーダネルス海峡を通過し、国海に入るとソ連近海で作戦活動を行い、3月にノーフォークに帰還する。北。 大西洋での NATO 軍演習に参加後、ハリーイ・ヤーネルは前年の功績で戦闘効率賞を受賞した。さらにヤーネルは1966年のマージョリース・ステレット戦艦基金賞を大西洋艦隊で受賞した。その後、ヤーネルはメキシコ湾及びカリブ海で訓練を行い、1967年初めに3度目の地中海配備に赴く。 地中海では諸問題に対応するため、臨戦体制での巡航を行い、5月にノーフォークに帰還した。リーヒ級は1960年代末から70年代初めにかけて対空兵装の改装が行われた。50口径3インチ砲2機は8機の RGM-84、ハープーンミサイルに置き換えられた。テリア発射塔は、 スタンダードミサイルを発射できるよう改良された。また、2機のファランクス CIWS が増設された。それらの装備は1980年代末のんちゅプログラムで改良された。このプログラムには、レーダー、戦闘システム、火器管制システム及び新型ミサイル、ミサイル発射機の改良が含まれた。ハリー・ヤーネルは1993年10月20日に退役し、 1993年10月29日に除籍された。1995年4月14日にロードアイランド州クオンセットポイントでスクラップとして売却された。しかし、スクラップの契約は1996年12月1日10%を廃棄した時点で解約された。船体はフィラデルフィアに返還され保管されている。ありがとうございます。